アティが脳天一撃やってった。半分の意味がなんか着替え途中にアルトヒが見る。俺の半魚足入れ使ってんのかなと思ったら、なんか理由があるわけ。全然違う。お。あっていいよ、ういちゃんと遊んであげて。だったらさ、食べるまでに時間かかるから取り上げられる。今すげえデカいの食われてたの。ここ漁業権ないから捕まえてもいいんだけど。あ、ここにいるじゃん。アティ捕まえてる。頭に眉間に穴が開いてます。これ何？カジラ。これ出てきた。カジラ。アティが脳天一撃やってった。それさえ殺しただけだったらかわいそうだから茹でちゃった。アティこれ取ったんだよね。え？食べていいやつかどうか、ルーベル先生に聞いて、いいやつだったらさ、人間が食べるものなら大丈夫。そうだよね。これ人間食べる。食べれるよ。あ、食べれる。なんて魚？カジラ。じゃあ後でせっかく仕留めちゃったので、生き物の命は大切にするため後で。これね、リンさんがあのちゃんと調理してくれるって。はい、私が お願いします。ヒントアティの宝物。アティの宝物調理してます。あれなんか違うな。これじゃないかも。あの食べてるの。なんかでも あ食べてる。かわいい。自分で仕留めた魚が、ね、自分で仕留めた魚が特別美味しいんじゃない。あ、ちゃんとなんかヒントしてる。さすがリンさん。どうですか、いい腕組みですか。初めてちゃんと自分で取った魚を許可を得て食べた。あ、許可を、正式な許可を得て食べるのは初？そう。オッタマンの許可が来る。オッタマンの許可。ちょっと待ってね。まだあといいね。行くよ。おい。はい、ういちゃん、そこの浅いとこ投げてあげるから。おいで。ほら、アティ上手に捕まえたよ。はい、行くよ。おいっす。沈んじゃったから。かわいいね。
Thank you.